大歓声に包まれました、キャストの皆様、監督ご登壇いただきました。それでは早速ですが、お一人ずつまずは皆様にご挨拶を頂戴したいと思います。ではこの作品の主人公里子を演じられました二階堂ふみさん、どうぞ皆様へご挨拶をお願いいたします。こんばんは、今日はお足元の悪い中ありがとうございます。戦後70年という節目でこの映画を作ることができて、そして皆さんにお披露目できるということで、とても今胸に来るものがあります。今日は短い時間ですが、この舞台挨拶を楽しんでいただいて、そしてこの映画を見ていろいろなことを感じていただけたら嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。ではそのお隣、この映画の中では妻子を疎開させて徴兵を逃れて、里子たちの隣に暮らす市毛を演じられました長谷川博己さんです。どうぞご挨拶お願いいたします。市毛役の長谷川博己です。はい、どうぞ。ありがとうございます。とても素敵な作品になっていると思います。ぜひ今日は最後までこのトークショーじゃないんですね舞台挨拶も含め楽しんでいってください。どうぞよろしくお願いします。トークショーのような雰囲気でできればと思っております。それでは、里子の母親役、伝えを演じられました工藤勇気さんから一言お願いいたします。長谷川さんアイドルだったんですねちょっとなんか出てきた時に黄色い声が聞こえて、あれと思って、ジャニーズですか。いや、本当に皆さん今日は台風の中本当にこうやって足を運んでいただいてありがとうございます。先ほど着いた時にあまりにもたくさんの方たちが周りに待ってらっしゃるのを見て、あ、こんな日にありがたいななんて思いながら、この会場に足を運びました。戦後70年ということで、私にとっても、東京大空襲を舞台にした役は20歳の時、ちょうどふみちゃんと同じぐらいの、年にですね、戦争と青春という映画をやらせていただいたんですけれども、その私が20歳の娘を持っている役を演じるようになったんだなって感慨深い気持ちで、この映画に臨ませていただきました。本当に不思議な戦争映画で、今まで多分かつて見たことのないような魅力のある作品に仕上がっていると思いますので、今日は最後までゆっくりご覧ください。ありがとうございます。でも視線の眼差しは長谷川さんだけじゃなくて、女性陣の皆さん、そして監督にも向けられているようです。そうですよねさあそれでは工藤さん演じる伝えの姉、そして二階堂さん演じる里子の叔母水江を演じられました富田靖子さんです。よろしくお願いいたします。今日は本当に台風が、来ている中、きっと風も強かったと思いますが、こんなにたくさん皆さん来ていただいてありがとうございます。工藤さんとはデビューも近く、一緒にまさかご一緒できる日が来るなんて思ってもおらずそして長谷川さんとはもう本当にいろんな映画ドラマでご一緒できて、またこういう形で戦争映画で長谷川さんとご一緒できるのもなんかすごく不思議でもあり、すごく大切な時間を過ごせました。そして私の大好きなふみちゃんともずっと映画の中でたくさんのシーンではありませんがご一緒できたこと、本当にいい時間を過ごせたなと本当に思ってます。ぜひ映画の方楽しんでください。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。じゃあぜひキャストの皆さんにもこの新井さんがおかけになった脚本を読まれた時のご感想、どういうところに惹かれたかというのをぜひ伺わせていただきたいと思うんですけれども、じゃあまず二階堂さん、最初にご覧になった時のことを覚えてらっしゃいますか。中学生の時に私が一番綺麗だった時って、茨城のり子先生の詩を国語の教科書で読んで、これが、戦争というものなんだなっていうのをものすごく肌で実感した作品だったんですね。なので自分が、映画、その戦争を題材に扱った映画に出る際は、やっぱこういう肌で
感じるものをやりたいなと思ってて、それで今回あのお話をいただいて脚本を読ませていただいた時に茨城先生の詩がすぐに頭に浮かんで、あのぜひやりたいと思って、で監督に初めてあのその後お会いしたんですけど、こうお互い人見知りでなかなか最初は話せなかったんですけど、あの茨城先生の詩をのことを監督もおっしゃられてて、すごくそこであのつながった気がしました、はい、ぜひねこれから映画を皆さんご覧いただいて、ね、どんな風になっているのかというのを楽しみにしていただければと思います、長谷川さんいかがでしょうか、初めて脚本をご覧になって。そうですね、あの初めて読んだ時にすごくあの監督の作ったそのセリフが美しくて、一芸っていう人物がなんか得体が知れなくて、それでいろいろとまああのいろんな部分でいろんなことを想像させてくれる本だなと思って、これはぜひやってみたいなって思いました。